こんにちは、吉谷さん。いいですね。やっぱりこう、日々、ドライブできてね。大好きな車、旅が好き、ビジネスもできる。まあ、いろんなカードが揃いましたね。えー、この中でね、やっぱドライブが苦手とか、運転が向かないとかね。そういった方は、やっぱり残念ながら吉谷さんのような暮らし、楽しめないかと思いますけども、まあ別のね、えー、ツアーができると思うんですよ。ね、鈍行が好きとかね。 なんか電車に乗るのがいいとか新幹線がどうとかね移動手段っていうのはまあ、確かに手段であり目的にもなりうるものなんですが吉田さんの場合は手段であり目的だなっていうところですよね素晴らしいと思いますで今回ですね吉谷さんあの与沢翼さんのその金に魂を売るっていう言葉があるんですよこの金に魂を売るってのはどういうことかっていうとそのぐらい稼ぐことに真面目に取り組むっていうことだと思うんですよね それを魂を魂売るというふうに言い換えてるんですけども全ての行動はお金を稼ぐためにつながっていくそういうふうな精神で生きてると個人であろうとも780億ってお金は作れるんだなと思いますし先日ねあの投資でなんか16億円損したらしいんですよもう桁外れじゃないですか私がだから何かに100万200万失ったと同じ感覚でその100倍ぐらいの額をね1000倍ぐらいの額を行ったり来たりするわけなんですよね同じ人間なのにどうしてこう違ってくるんでしょうか そしてお金を稼ぐ人が増えると世の中は豊かになるはずなのになんでお金を稼ぐ人が増えると豊かじゃない人が増えるんでしょうね。なんかねその私あのビジネスって人からお金を奪うもんだっていうふうにはなかなか思えないんですよ。なぜならビジネスがあるから車も存在するしガソリンも売れるしなんていうのかな道路もあるわけでしょ。道路もも結局お金をもらって その道路を建築する人がいてそして道路がメンテナンスされてそこを走る人がいて走る人はコストがかかるからどっかでお金を稼いでって感じで世の中はみんなでちょっとずつね作り続けてると思うんですよ。金に魂を売るっていう意識はないのかもしれませんけども毎日毎日お金に関わって生きてるのは間違いないと思うんですよね。それこそ呼吸を吸う時に空気に価格がついていたらどうでしょうか多分 息を止めるとかね、呼吸するのを我慢するってことにはならな,ないと思うんですよ。でも同じくらい日々豊かに暮らそうと思ったら、片方では誰かを豊かにする。つまり仕事をするってことが求められると思うんですよね。世の中は情報の時代になりました。そして人は精神をものすごく壊しやすいです。だからいたわりとか励ましとか希望とか夢とか、こういった情報を届けることによって救われることがあると思うんですよね。 なんかその体って怪我をしたらなんかこう車も壊れたら修理しますよねメンテナンスしますよね部品取り替えますよねでも人間の精神ってのは見えにくいんですけどもやっぱり年を取っったたたりりり傷ついたり寿命があすすると思うんですよでそこにエネルギーを注入しないといけない精神にどんなエネルギーを注入するかって言ったらおそらくどう感じさせるかなんじゃないかなと思いますし 精神を司る本人がどう受け取るかってことだと思うんですよ。じゃあ、吉田さんのように、自分の大好きな車、後悔なく、無理なき費用を払って、ビューンとね、仕事の心配もちょびっとしかない。その状態で、青空を駆け抜けると、精神ってものすごく元気になって若返るんじゃないかなと思うんですよ。ね、体は一方通行に置いていくしかありませんけども、精神って、 体より先に寿命が尽きるってことはなかなかないんじゃないかなと思うんですよ。おそらく体がどんどん動かなくなってきて内臓が機能を停止して精神ははっきりしてるのに悔しいな死んでいくんだなあっていうふうな週末を迎えるのかなとか想像しちゃいますけどもどうなんでしょうかね。体の衰えと精神の衰えっていうのを連動していて体が衰えてどんどん動かなくなっていくとか不自由になっていくことを精神は受け止めて 精神もそのように対応して衰えていくものなんでしょうかね。まあ、どちらにしても精神が動くうちは、体が動くうちは、私はお金を何かの形で稼ぎ続けて、稼いだお金をどこかに使い続けて、この世の中としっかりと関わっていきたいなと思いますね。それじゃあ旅をお続けください。いってらっしゃい。